2022年の3月1日にあと5ヶ月って言われた時に5ヶ月かと思って、まあ江戸時代なら私のこれ寿命やなと思って、もう治療しないでおこうと思いました。はい。で5ヶ月じゃあ何を優先しようかなって思ったんです。5ヶ月短いと思ったんですね。たらなんかやっぱり涙が出てきました。死にたくないんだなって思いました。けど、治療はどうしようかなって悩みました。自然なことかなと思ったんです。私の寿命だと思ったんで、まあ、いつか人間は死ぬだろう、死ぬから、これは私の寿命で、あと5ヶ月の命って神様から決められたんだなと思ったんで、息子がまあ24歳だったんですけど、24歳大人ですけど、あの子一人残すのもなっていうふうに思って、で私があんまり言うことを聞かないので、主治医の先生が家族呼んできてくださいって言われて、で次の週に来てくれて、妹と息子とに説得させられて、治療するしかないだろうっていうふうに言われて、それで治療することに決めました。やっぱり時間の大切さと健康が当たり前だと思ってた健康が当たり前じゃない、治療していく時も、言ったら食べることも食べられないし、味もしないし、唾液も出ない、それとか排泄するじゃないですか、排泄も難しくなってくるとか、その当たり前のことがどれだけ幸せかっていうことを思い知らされたっていう感じですね。普通がどんだけありがたいっていう、習い事ですね。やりたいこと、ベジフラワーの先生になりたかったりだとか、ベジタブルでブーケを作るんですね。はい。憧れてる先生が千葉にいらっしゃって、その先生に習いたいだとか、あとはやっぱり私は母子家庭で息子を育てたので、その時にすごい辛い思いをした、今一生懸命頑張ってる母子家庭の人たちに何かアドバイスとかできたらなとか、自分を大切にしてなかったですね、健康に対して。何かすごく頑張らなきゃっていうので必死になってきて、働きすぎた。だからもっと自分の体を大切にすることと、がんになったら突然お仕事ができなくなったりするんで、保険見直しといた方がいいと思います。やっぱね、私も誰かに養ってもらってる立場じゃないんで、自分でなんとかも、息子もいるけど奨学金一生懸命返してる息子に頼れないじゃないですか。なのでやっぱちゃんとした保険に入ってたら、やっぱ気持ち的にも治療にも専念できるので、やっぱり経済的なところっていうのはすごく大切なので。